どうもマサズアウトドアチャンネルにようこそ。マサニーです。そしてアジェイコ堀田です。さあ今回はですね、はい、ご覧の通りレッドウィングのエンジニアブーツを、集めてみたんですけど、こちらは全て新屋さんの私物でして、今回はエンジニアブーツ、レッドウィングのエンジニアブーツの新屋さんが持ってるカラーを全て紹介しますという神動画ですで、これは我々二人とも今ライダー革ジャン着てますけど、まあ、この動画に合わせてね真夏です激アツです。キレって言うから激アツ、なんかもう絵的に絵力欲しいんで、そうだね、うん、絵的にこうライダースの方がいいかなと思いまして、まあ、こんな格好で来ても、まあ、真夏ですよ裏にあってよかったわしかも真夏にブーツの動画出すなんてもう愚の骨頂ですから今スニーカー全盛期ですよ石田さんちょっと待ってよくわかんないハイテクスニーカー全盛期にこのブーツの話してるの、うん、我々ぐらいですよ真夏に。そうかそうか、しょうがないよ、ね、まあ、しょうがないですね、まあ、僕もエンジニアブーツも大好きで、まあ、かなり、履く頻度高いんですけど、まあ新屋さんもブーツ、まあ、エンジニアブーツだけじゃないじゃないですか、うんうん、やっぱり持って所有されてるものが、うんうん、中でもやっぱりエンジニアブーツが一番好きですか、ブーツの中で。あ、うん、一番好き。ああ、そしたら理由ありますか、好きな理由というか。いや、でもやっぱりなんかバイクといえばエンジニアだったし、なんかそのかっこいいと意識してさ買ったブーツで、はいはい、多分最初がエンジニアやから、あ、うん、はい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 、まあ、ずっと変わらん、そこからずっと、はいはいはい、うん、で、まあ履きやすいし脱ぎやすいっていうのもありますよね。そうだね、やっぱ編み上げのやつよりは全然履きやすいし、うん、うん、意外と疲れにくいんですよね、僕からしたら、うんうん、なんかもう多分俺麻痺して分からん、なんか疲れるとか疲れんとかの度合いがなんかちょっと分からんっていうか、履いてるスニーカーをまずその履いたことないから、まあ僕もなんですけど、あれがどれだけ楽なんかとかが知らないですか、ね、まず分からんから。確かに、うん、でも、かなり、まあ、スニーカー履く日はほぼないっすよ。まあなんかちょっとなんかイベントのうちでイベントやる日か、はい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 、まあ、かなり歩く日とか、うん、足怪我した日とか、あ、なんかそういうタイミングぐらいでしか出さない、うん、なっとる、うんはい、ということで、今回はこのレッドウィングのエンジニアブーツ、はい、全回紹介ということで、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。でも早速なんですけど、これはエンジニアブーツの右側だけを、うん、集めてテーブルの上に載せてるんですけど、まあ、タグがねついてる方ですね、はい、でこの最初はこの黒からいきましょうか。はいはい、で黒のこの1つ目、うん、このスタッズ付きのやつは一度、はい、私物紹介の時に、そうですね、紹介していただいたモデルですね、はい、うん、PT91 の、2268っていう、はい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 、モデルで、うんうん、まあ本当に僕が一番長いこと履いてる。ああ、うん、これレッドウィングじゃない、ファーストブーツですか。いやエンジニアは、ね、エンジニアが最初かもね、はい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 、ちょっと定かじゃないけど、はいはいはい、割とその近い時期に多分これが、はいはい、ああなるほど、うん、まあ、後ほど紹介しますけど、うん、はいはいはい、まあ一番愛用しとるものだね、はい、うん、PD91 で、はい、自分でスタッツを売ったという感じですね、はいはい、あ、これもいいですね。これはソールも自分ご自身で変えてる、まあ、ヒール変えて、ここも革のものに変えてもらって、あ、はい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 、っていうね、これもいいですね、まあ、以前紹介したものです、はいはい、その時の動画もぜひ見てください、うん、そうですね、はい、で続きまして、はい、次はまた、まあ、同じモデルで、うんうん、まあ、こいつの延命措置のために履くようになった、ね、まあ、ソールとかも中とかもずっと履いてるとやっぱ痛みが出ちゃうんで、延命するために同じモデルを買い足したって、うん、で、まあ、こっちもすごい写真で、はい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 、で、まあ、サイズも一緒で、うんうんうん、で、まあ、こいつは91の前期に当たる、あ、なるほど、プリントのタグの、はい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 、はい、これもかなり写真がいい感じに出てますね。かなりいい感じ。本当にたまたまいい個体でマイサイズ、はいはいはい、うん、で売れ残り。新屋さんいつもサイズ何で履いてるんですか、エンジニア。俺セブンハーフ。セブンハーフって言ったら、まあ、ゴールデンサイズではないじゃないですか。そう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 、探しにくいんじゃないですか。少ないのかもしれないけど、たまたま、うん、出てきたら安い。
あ、そっか、人気がないから。そうそう、出てきたら普通 の、 そのゴールデンサイズと言われるものよりは若干安い、うん、そう。だからこれってさ、こうは最後まで入っていって、うんうんうん、脱げんといけんやんか。はいはいはい、だから 25.5 の人が 25.5 のエンジニアじゃない確率相当高いんだ。相当高いですね、うん、まあ、しかも日本人高高なんで。そうそうそう、落ちないパターンありますからね。だから俺も23.5 ぐらいしかないから実寸が、うん、めっちゃ壊しやから、はいはい、これでも本当スポスポで。ああ、なるほど、うん、じゃあかなりデカバキ。そうで、まあその見え方のバランス的にもちっちゃく見えない。はいはいはい、うん、まあその履くパンツの太さとかのバランスで、まあ俺はセブンハーフでそのバランス取れとるから、はいはいはい、基本すべてセブンハーフ。あー、うん、まあ、僕も大体デカバキ、うん、僕はちっちゃい、ね、実寸は、うんうんうん、ただまあ高高なんで、うん、やっぱサイズアップしないと落ちない。うんうん、そうだね、うん、で結構エンジニアブーツはでかく履いた方がいいかもしれないですね、うんうん、そうだと、うんうん、はい、ということでこれが黒ですね、はい、黒のエンジン、はい、二足持ちということで、はい、もう変態ですから続きましていきましょうか、うん、続きましてはこちらのブーツ。いや、ちょっと年代別に、年代別いこう。でこいつが、はい、多分その黒を手に入れて、はい、直後か黒を手に入れる前かぐらいに買った、これも91の91のスウェード。スウェード、あー、なるほど、うん、で、まあ、ベルトが低いとか、はいはい、高いとかありますね。で毛足が長いとか短いとか、うん、いろいろありますけど、はい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 、まあまあ普通にその当時、うんうん、あの買ったやつ。はい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 、これはやっぱりそのスウェードの方がちょっと皮柔らかい、うんうんうん、感じしますよね、うん、で結局中がさ表側になるわけやから、うん、裏だからツルツルだから履き脱ぎ履きしやすいんや。確かに確かに、ツルって入ってるから、はい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 、摩擦がそんなにないような気もしますよね。そうそうそう、うん、でまあ、多分まさにも同じだと思うけど、もうブランキー・ジェット・シティのベンジンはもう、そうですね、で 黒パンですね、はい、まあ、もう俺もそれなんだ。はい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 、間違いないです、うん、もうスウェードばっかり履いとデニムシャツ着て、そうそうそう、そういうこともあるんで、はいはい、もう今のもう若者はもうさっぱり分かってないですか。分かんだけど俺らの青春はもうやっぱこれが、はい、やっぱベンジ、うん、これが一番かっこいい。これが一番かっこいいっす、うん、まあこれですね。なんか木村拓哉さんも履いてたかどうか分かんないですけど、我々はベンジベンジ、うん、はい、完全そっちですからね、はい、そういう感じですよね、はい、これがじゃあ2足目ですね、今回の、はい、スウェードの PT91、はい、続いていきましょう。たぶんこいつになるんかな、はあはあはあ、緑色です。緑レーザー、これやつね、前回の動画でちょろっと触れたんですけど、うんうん、緑のエンジニア、緑のエンジニア、でこれが、限定、クリスマス限定だったと思うんだよね、99年かなんかそんなんだったと思うんやけど、はい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 、PT99 になる、99になっとるね。あ、品番はもうちょっと忘れた本当この画像で分からんと思うけど緑色なんですよ、うん、これ、まあ、ちょっと画面じゃ伝わりにくいかもしんないですけど、正直これが一番好きかも。あ、マジっすか、うん、緑が、うん、めっちゃかっこいい。いや確かに、うん、かっこいいですね、これ。でもまたいい緑っすもんね。そう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 、うん、これもう一回レッドウィングさん出してくれませんか。いや、公式の人見てないですから、別に、まあ、訴えかけても、いや、わかんないですけど、見てるかもしれないですけどね。出してほしいな。こういうの確かにかっこいいっすね。これは本当好きだね。はいはいはい、やっぱまずシャフトが細い時期ですね、全然。細い時期、うんうんうん、でもなんかね、本当にボロくなってきとって、うん、これも延命したい。もうひび割れ状にね、プリンこの塗装が、あ、そっか、そっか、なってしまっとるからさ、はい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 、本当に綺麗なやつを買い直したい。まあこれも雰囲気いいですけどね、うん、やっぱちょっと壊れちゃうとか破れちゃう、ひび割れちゃうんだけどがあるから、うん、まあ、新しいやつもう一本、そう、同じ色で欲しい。いや、これかっこいいな。これでも少ないっしょ、だいぶ。だからその限定で1年とかしか出ないんだよ、その時だけ。その時だけっすよね、絶対。1回だけ。はいはいはい。見たことないっすもんね。これでもマジいいな。かっこいいね。かっこいい。これまた黒を履く時と、あの差別化はどうやってしてるんですか、パンツの。まあサイズは一緒じゃないですか、うん、言ったら。黒と、うん。持ってるモデルの黒と一緒じゃないですか。うん、
どうこうなんていうの、これを履くときってどんなタイミングなんですか。多分その上の色合わせだけの話だと思う。着るものの、うん、なるほど、うん、だからミリタリー系の緑芋を着るときは、まあ、こっちにしよう、こいつの出番の方が多かったかもしれんし、はいはいはい、はい、うん、なるほど、かっこいいな、意識はしてないんやけど、はいはいはい、はい、うん、まあその時の全体のバランスのカラーで、ね、うん、どっちにしようかなぐらい、そんなぐらいの感じ。ああ、うん、なるほど。でもさすがに黒の方が頻度多いですか。まあ多いね。あ、でもやっぱり手に入れた時は嬉しくて、こいつめちゃくちゃ履いとった、うん、めちゃくちゃ履いとった。へえー、すげえな。いや、これは結構貴重なブーツですね、はい、ということでこれが PT99 の緑ですね、はい、グリーンカラーでした、うん、はい、続きましていきましょう。で多分この赤なんだよね、うん、えー、これは、これは、これは91だね。あ、これ91だ。あ、じゃあまあ年代的にはこいつのが古いんだ。はい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 、はい、なるほど。この赤っていう、赤もなかなか見ないですね、うん、まあこれあのアイリッシュセッターのオーロラセットの赤いやつと一緒の赤茶と同じ、ね、色なんだけど、あ、なるほど、うん、はい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 、この色もかっこいいよね。うん、こいつもあの履き込んでオイル入れていくと、はいはい、ちょっとなんか黒ずんでくるのがすごい好きで、言ったら履き込んだセッターみたいな色になっていくみたいな、なっていく、うん、すげえな。赤ってでも勇気いりますね、買うの。履くのも勇気いるし、でもまあオロラセットの色だから、あ、そっか、なんか意外とよ。これが真っ赤だったら、はい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 、ちょっと俺もなんてなるけど、うん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 、でもレッドウィングから赤が出るんやったら買うけど、はい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 、買うんすね、買うけど一応ね、はい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 、これでも一気にアメリカ時間強くなってしまう、ね、やっぱそのセッターと色かぶるから、うん、確かにそれはあるかもね、はい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 、ちょっとこう使う、まあ、そんなアメリカ人の人じゃないですか、うん、信也さんは。そうだね、ゴリゴリアメカジっていう感じでもないし、うん、そのゴリっていきたいときはやっぱこの赤を差 し、ね、差し込むみたいな、うん、すげえな。いや、かっこいいなでこれが、4つ目ですかね、うん、4つ目ですね、はい、赤の、エンジンのやつ、うん、はい、続きまして、で、どういう順番になるんだろうな、うん、こいつかな99、うん、そうっすね、確かに。これが、はいはいはい、その茶色のオイルドヌバックのジャパンリミテッド、うん、ジャパンリミテッド、まあ、ここにその刻印があるんやけど、はいはいはい、日本限定モデル、日本限定モデル、うん、この時はさ、まだあのレッドウィングジャパンじゃなかったからさ、あー、なるほど、うん、はい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 、なんだっけ、ミドリインターナショナルだったかな、へー、日本の代理店がその違う会社だったよね。なるほど。レッドウィングジャパンができる前で、はい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 、で、その時はその日本限定みたいなやつを結構毎年作っとった、ね、あ、そうなんですね、うん、へえ。それでこれがそのヌバックの茶色、はい、ヌバックってつまりどういうことなんですか。オイルドあの結局表面をそのちょっとこう加工して、うん、なんていうかこうちょっとなんか、なんて表現すればいいのか、ふいぶつぶしてあるみたいな、潰してうん、潰したっていうか、そのスウェードのめちゃくちゃ、はいはい、細かく毛刈り取ったみたいなぐらいの質感はそういう感じだよね。はいはいはい、うん、なるほど、まあこれは普通にブラウンのエンジニアブーツとして使えるみたいな。で、なんかヌバックっていう素材がすごいこれの当時俺の中で好きで、はいはいはい、で好きなところにヌバックのが出るってなって、うん、わあやったーみたいな感じで飛びついて買ったんだけど、はいはいはい、でこの当時なんかね紫色みたいな色も出とるんよ、このパターンでヌバックで、あー、カラーが違うだけ、うん、そうそうそう、でその時も、うんうん、なんか買ってもよかったんやけど紫も、うん、でも履くってなって、いや確かに確かに、うん、でなんか買わんかったんよね、はい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 、でもなんかやっぱりなんかちょっとコンプリート欲みたいなやつで欲しくなってさで探すんやけど、まあ、収集癖っすね、うん、単純な、うんうん、でありゃあったで吐くし、まあ、確かに、うん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 、掘ったらなんか、はい、経年変化で色抜けて、うんうん、この色と変わらん色なんよね、もうそうなんす出てくるやつが、あ、そうなんだ、ね、品番で探したら、はい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 この上から塗ってんじゃねえかぐらいの、うん、えってなって
だから今多分その青いがを青いまんま履いとる人がいないんじゃないかと、おらんなじゃねえかと思って、デッドストックぐらいじゃないと色残ってないみたいな、しかもそれですらもう抜けとるかもしれんし、ああなるほど、うん、だからまあ結局この一足でよかったよかったっていうみたいな感じはあるんやけど、あ、これは PT99 のヌバックのエンジンブーツ、うん、はい、これジャパニーズ、うん、いいっすね、続きましょうか、続いて99入れて、これが99ですね、そうですね、これが僕が一番欲しい今狙ってるブーツですね、まあまあ、まあ当時からやっぱ人気でしたよ、ね、はいはいはい、こちら何ですか、ビームス別注の、はい、まあ、最初の方のクロスエード、はい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 、エンジニア PT99 の2003年に出たモデルですね、8274、はいはいはい、これめっちゃかっこいいっすね、やっぱこのここがここが黒で、はい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 、はい、でここはなぜか茶色っていう黒じゃねえんだってなる黒のがでも良かったっすけど、黒の方が良かったっすけど、全然そう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 はいはいはい、でこれもあのこう毛足が長い長めですね、うん、はいはいはい、であのこの後にもさ、うん、ビームス別注でクロスウェードって出とるやん、はい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 、10年後ぐらい、そうっすね、で、うん、その時にクロスウェードとネイビースウェードと、あ、ネイビーもか、うん、で取って、はいはいはい、で俺その当時、うんうん、俺これ持ってなかったんだよ、はい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 、でそのビームス別注のまたクロスウェード出るってなって、うん、はいはい、買ったんよそれ、うんうんうん、嬉しくて、うん、やったと思って、うんうん、思ったらシャフト太い時の暗黒期ですね、我々からしたら暗黒期ですね、そうそうそう、うん、で届いてさ、はいはいはい、吐いた瞬間に何よこれって思ってはいはいはい、はい、でこうやって見ても、うん、かっこ悪いって、はい、長靴感がすごいと、うん、その日のうちにヤフオクにしようまあ黒歴史ですね、そう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 、でまあその後やっと手に入れて、はい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 、やっぱりこっちだなっていう、ああなるほど、だからお探しの方はね、黒のラフアウト、スウェード、お探しの方は PT99 の方、そうですね、ぜひ探してほしいなと、そっちの方がシャープですね、ああかっこいいと思います、まあ、我々はそのシャープに履くのが好きなだけで、やぼったい色も好きな方もね、うん、いるかもしれないんで、まあ、脱ぎ履きは楽やからね、確かに確かに、うんうん、だからシャフトが太いの、だ太パンしか履きませんみたいな人は、うん、まあ、その後発、うん、後期でもいいかも、うん、いいかもしれないですね、うん、はい、これが何個目だ6個目、うん、それね、はい、うん、が PT99 の、ブラックスウェードですね、うん、はい、続きましてはこの辺ですね、はいはい、この赤ちゃんのスウェード、赤ちゃんのスウェード、うん、はい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 、これも2005年、2005年、うん、じゃあ99のまだ99のプリズム、はい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 、な99表記はもう消えてる、消えてるんだ、うん、あ、でもまあシルエットはそのいい時 の細いシャフトの時ですね、そう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 、あ、これもいいっすね、これもね出た時は結構びっくりしたかっこいいの出たみたいなはい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 、やっぱこのねこれと全然違いますもんね、そうだね、うん、ベルトの高さとかもね、うんうんうん、違うけど、うんうん、これいいな、これはもう茶色のブーツとして普通に履く感じですね、うん、そうだね、うん、なんか、うん、でこの時って、うん、あの赤茶、この赤茶スウェードのアイリッシュセッターも出とるし、はいはいはい、プレーントゥーモモカシンも両方出とるんよ、はい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 、ああなるほど、うん、だからまあそのなんかこの素材でエンジニアとアイリッシュセッター作るみたいなのが、はい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 、割とそのなんていうか流れであったんですね、流れであった、ああ、うん、はい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 、いいな、うん、まあ普通にスウェードのブーツとして使えますもんね、うん、そうそうそう、うんうん、これいいっすね、結構気に入っております、いや素晴らしい、素晴らしいですね、続いてラストですね、はい、ラストこちら、ラストが、はい、これがあの100周年のほうほうほうエンジニア、はあ、2005年、2005年の刻印が入ってて、そうそう、100ウィングに100っていう、はい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 、はい、で、うんうん、であのレザーがクロームエクセル、クロームエクセルか、はあ、やっぱしっとりしてますもんね、うん、まあ、ちょっと上品ですねやっぱね、やっぱツヤ感とかが全然違いますね、全然やっぱ違う、うん、これかっけえな、これはこの色めっちゃいい、めっちゃいいっすね、うんうん、やっぱそのレザーが上品なが、もう本当になんかドレスシューズみたいに履けますもんね、ここ隠せば、うん、そうだね、うん、これかっこいいな、結構なんか本当に
特に気に入っとる中にやっぱ入る、はいはいはい、あ、うん、なるほど、はい、これかっこいいっすね、たまんないっすね。だからこの2005年が100周年で、はいはいはい、この時に、うん、あのベックマンの原型になるやつも100周年モデルで出とるよね。あ、そうなんですか、うん、へー。で、その時はね、ベックマンという名前じゃなかったと思うよね。へー。で、その次に、はいはいはい、ベックマンが出てきて、その100周年と同じようなディティールで、へー、うん、で、その時に初めてベックマンという名前だったと思うんですね。あ、そうなんですね。なんか記憶でちょっと曖昧だけど、はいはい、確かそうだった。おそらくそういうことだと思う、うん、で、ベックマンの一発目だけクロムエクセルじゃなかったから。え、そうなんや、うん、それ良さそう。次の年から今のやつに変わったんじゃなかったかなと思って。それめちゃめちゃ良さそうですね、うん、なるほど、これもかっこいいですね。そうそう、でこれがラストの100周年モデル、うん、最高ですね。これやっぱり、一番最初の黒は必要ですね。エンジェブーツ今から買おう人に向けてちょっと話したいんですけど、はいはい、まずやっぱ黒はいりますね。黒はいる、ね、絶対1本目黒じゃないですか、うん、おそらくスウェードと迷いますけど、うん、そうだね、うん、ここに2つで迷うじゃないですか、大体、うん、でも黒ですよね、やっぱ、うん、黒はだって最強だもん、ね、まずは黒を買いましょうっていうことですね、うんうんうん、そう思う。2足目はまあスウェード、まあそうだね。買いやすなんか、買いやすさ、手に入れやすい、はい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 、うんそういう頻度で言うとスウェード。スウェード。あー、で次行くならブラウンですね。そうだね。あ、ただこっから先はさ、はいはい、バカしか買わない。手にも入れにくいし。確かに。でなんならクロスウェードなんて高いしさ。高いし。でも高い。これ出てこないですよマジで。あ、こっちも高いですね。高い。うん、まあ革がもう高い。そうそうそう、高いから使ってますもんね。限定的なやつはやっぱりさ、人気で。まあプレカというか、うん、そうそうそう、まあある程度は値段しますからね。うん、でまずはこの2つは押さえとかないと、うん、この黒のエンジニア、うん、でまあできれば991か99か、うん、そうだね、83ぐらいは、うん、でそれなぜかというとシャフトのサイズですね、我々が好きなシャフトのサイズ、そうそう、まあ、写真とかまでの話するんやったらやっぱ8391までぐらいまでですね、感じになるけど、はいはいはい、でシャフトが細いのは99までになってくるので、その辺は狙っていただきたいなと、うん、まあ、スウェードに関して言ったら、8P83 が一番毛足が長い、うん、でバックルがかなり下の方に、うん、ついている、うん、で9199はまあほぼほぼ変わんないかなっていう印象ですけど、うん、そうだ、うん、まあ好みっすね、うん、どっちが好きっすか実際、その83のあの毛足と あとベルトの位置、あ、これ結構あるじゃないですか、うん、好みが、うん、どっちが好きですか。俺はね、あの実はベルト高い方が好きで、ああ、じゃあ割と新しめの方が、うん、だから、まあ、正直これあんま好きじゃない。うん、これなら低いですもんね、ベルトの位置。そう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 、はい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 、そこだけの話をするとねっていう。ああ、うん、なるほどなるほど、はい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 。でもなんかベルトが低いから買い直そうとか高いから買い直そうはないけど、はないから買い取るけど、はい、ああ、なるほど、うん、なるほどって感じ。あ、なるほど、あ、確かに。まあ本当そこ好みですね。好み。今でもなかなかその辺を実際履くみたいなことなかなかできないんで、うん、今から探そうと思うとちょっと難しいかもしれないですけどね。同じ現場で履き比べはちょっと難しい。できないっすよね。うん、相当こうブーツ好きなヴィンテージショップみたいなとこじゃないとなかなか難しいかもしれないですね。うちでもないから。いや、ほぼないっすよ。ほぼほぼないっすよ。そう、ということで今日はね、今回がっつり、エンジニアブーツのお話を聞かせていただきました。で、エンジニアブーツ、レッドウィングだけで9足ですか？9足。9足ですね。はい。アホっすよ。シンプルに。普通、こんなんいらないですからね。でも20年かかっとるから。あー、いや、関係ないっしょ。2年に1足だよ。いやいや、関係ないっすよ、そこ。平均したら。全く関係ないです。なんとか薄めようと。普通の人、普
通の人はもうエンジニアブーツじゃなくてもうブーツだけでも9足持ってないですからね普通はそうかそうか、まあ、我々は大、まあ、ブーツ大好きなんでね、真夏にブーツの話にがっつりしてますから、はい、ということで今回こんな感じで、エンジニアブーツの志田さんが所有している全てのカラーを紹介をしていただきました。またちょっとブーツのお話聞きたいんで、はい、何かこうまた縛りを作って、聞かせていただきたいと思います。その時またよろしくお願いします、はい、こんな感じで今日は終わりたいと思います。脱いでいい？暑いっすね次からは脱ぎましょう、はい、ということで今回こんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。